さあ、今回のディープロックギャラクティックサバイバーは、新アップデートでね、マップが増えているので、疑似エンドレスモードが、まだできるか試してみようというところで、まあ、これでいいかな。さあ、疑似エンドレスモードで、まあ、弱い武器とかをね、強化していくのが、一つのね、ルートなんですけど、まれがないとね、あんま使い道のない武器は結構あるので、まあこう強化でね変わっていってもまあでも弱いよねって武器は大半なんで、そこを試す場としての疑似エンドレスがまだあるかどうか、まあこの新マップでできればね必ずありますから。で、まあキャラクターはもう適当ですね。タレット、まあこいつなら間違いないかなと。でここだとまあやったことないんで、この敵のねタイプが違う、まあ、このクルクルマンがいますから、エンドレスで邪魔なのは遠距離攻撃してくる敵、ちょっと自分から届かなかったりするとダメージ食らう要因になるんでね、まあ、結構放置しますからエンドレス中は。だこいつがね突っ込んでいき続けるとちょっと大変なのかなと思うんで、結構早いしね動きも。それがどうかっていうのもちょっと気になりますけど、まあ、そもそもね、まだあるかどうか。なんかドロップポット関連の内容がパッチノートで書いてあったんですけど、なんかスタックとかなんかそんな感じだったんで、多分関係がないと思いたいですね。採掘、いやーこれいいね続けるんであれば、いやこれ掘ったら経験値でしょ。この掘ったら何々集めて、めっちゃね集めてたら面白いなと思うんですけど、でこう掘っていけば経験値が割と出るよと。あいつあれも今めっちゃ削ってなかった？柔らかいからかな。ギミックも使っていきましょう。あ、もう来た、早いね。よし、さあ準備しましょう。これあいつを誘い出して行け。サンマ壁がね削れてない状況のプラズマ強そうですけど、なんか今回少ないね。あのマグネット一応取らないように。サイク倒しましょう。まあ、こっちからまあできる行動はないですけど、この辺にいてもらうしかないか。よし、これでちょっとね敵引きつけて、まあ、15秒くらいに、あ、マグネットとめっちゃかぶってる。後ろに向かいますか。そこで準備に入りましょうと。さあここでこのね端っこでコルゴキ、お、いや持ってかれましたね。あれ成功パターンなんだけど、もう一回やろうか。今の動きでねすごい高い確率で成功したんですけど、もうちょい下でじゃ攻めてみますね。一応今のでちょっとない説もね考えられるんですけど、まあ、明らかにね
バグだっただろうって感じだったんで。さあ1回目は失敗です。あの方法ね、失敗したことないんで、ちょっと腕が落ちたかな。あの際で右下左下どっちでもいいんですけど、向きはでも下だよね、いつもね。下向いて、で移動ね、移動もうちょっと攻めて20秒くらいからできるかな。ちょ、準備の時間がある方が調整できるんで。そう、できないと結構大変ですね。まあ新しいそのエンドレスモードはいずれ来るらしいんですけど、それまではこの通常しかないかなってなるんで、試しづらいですよね。回転範囲でちょっとここでできなければ一回なんかなしでも良さそうだね。なくなったって見てもいいんじゃないかな。まあ、で追加されるもんでもないからなくなったんならもうエンドレス待ちになりますけど。さあ次は成功させよう。ちょっともっと再現性高くいきます。過去の成功を思い出して。このマップなんかドローン強そうですね。まあ、ルートが制限されてる時はいいけど、広いとこだとどうかなって思うけど、まあ、クルクルマンとか適当に動くから、こうドローンの群れのとこに勝手に入っちゃった。ほらドローン今ついててる、ついててる、もうめっちゃついてってる。ほらすごいついてくる倒せてはないけど、誰この鬱陶しいクルクルマン対策を、ね、コロコロマン対策をしたいんで正解なのかもしれない。あのサイズミックリパルサーは特にね、数が少なかったのかな、押し留める能力なかったんで、しつこくついていくか壁向こうから攻撃するかのどっちかで倒してほしいんですけど。よし、さあセカンドチャレンジ、ちょっと早めに行きましょう。もう向かうか。20秒くらいでいいかな。調整をねしたいとこですけど、硬い敵とか先倒しといて、これも新しくか。さっきちょっと待ってね、ここのハーフでギリね。いや今のには持ってかれなかったと思うんですよね。ちょっと過去の動画があれば比較できるんですが。Stage 3 completed, taking you to stage 4.